徳島大学の井本です。今日はこのような場 で、で私の自分の自己紹介をしておきますと、専門分野疾患ゲノムの研究をしています。で、希少疾患から、生活習慣病まで対象にしてますけれども、染色体のレベルから、塩基レベルまで、エピゲノムの方も視野に入れて、できるだけ、臨床に戻していけるようなゲノム研究をやりたいと思って、仕事をしています。で、これは今日はあんまり関係ないんですが、自分と NBDC とか DBCLS の関係といいますと、当然ゲノム研究をやってますので、たくさんそのデータベースは使わせていただいてます。で、ツールも使わせていただいてますし、当然出てきたデータは公開するということになりますので、いろいろとお世話になってます。で、その時にですね、分からないものに関しては、統合 TV お世話になっているということで、とても感謝しております。で、一方でですね、周囲を見渡してみますと、徳島でも非常に優秀な研究者がたくさんいて、日々研究されていて成果も多いんですけれども、ただウエットの研究者にとってはですね、あんまり認知されてないと。で、何それっていうこともありますし、実在のデータを初めて、なんか出すんですっていう時にですね、自分のとこに来られて、徳島大学にそういうのはスパコンでないと扱えないと聞いたんですけど、徳島大学にありますかと質問に来られた先生がおられたぐらいのところで、笑い話のようなことですけども、そういう状態で、データなんかも何かやってくれる人がいればいいし、インターネット完備だったら何もできますよって言ってる割にはですね、あまり認知されないということになります。で、私は5年前に徳島の方に東京から行ったんですけども、その時は住んでたのここのすぐ近くのサッカーミュージアムのすぐ横で住んでたんですけども、徳島大学に5年前に行った時にですね、ゲノム解析は一番大好きなことなので、臨床ゲノムの解析を試行して研究に特化していこうと。これはお金的なこともあって、あまり大規模なことができないということもあるので、そうなったわけですけど、一方でですね、やろうと思った時に物もないし人もないということになりました。で、特にですね、ソフト的なところがちゃんとなかったので、一人で全部ゲノムの臨床とかゲノムの研究の推進のためのソフトインフラにならないといけない状況になりました。で、もう一つ医学部の基礎の、分野の今で働いてますので、教育が必要ということなんですね。で、徳島大学、非常に医学生の教育に力を入れてまして、研究員を育てると。実際には、育てないんですけども、こう3年生で、1年間ですね、半日、1年間ずっと研究室に配属させてますし、1年生の時にはクラブ活動のようにこう自然とラボというのを作ってですね、研究をできるようにしています。で、なんとか細々と MD-PhD コースも入学者があるということになってますけども、この中でですね、データベースの利用とか情報解析っていうのもカリキュラムに当然ないわけですね。で、教育が責任できないと。で、21世紀の医学とか医療を行っていくものっていうのは、当然情報をちゃんと活用できるような、少なくともこのぐらいの知識はいるだろうと。で、どうしてできないのかなっていうことになると、教える方も教えられない。で、当然教えるのノウハウの塊ですから、これができないということと、これは学生の問題だけではないんですけども、学ばない、知らないっていうのは不要なことだ、あるいは他人がやってくれたらいいことになりますし、習いに行くということをしないと。四国、言い方悪いですけども、一番大きい離島みたいなものですね。入ってしまうと出ていかない。外から来た学生さんも出ていかないということになりますので、そういう機会を活用しないことになります。なので、自分でも必要性があったので、いろいろ地方で勉強してみようと。特にここのところがありますので、スキルを学ぶのを目標にですね、やってみました。実習はもちろんできるわけですけども、当然統合TVも含めてできるわけですけども、いろいろと行われている講習を参加させていただきました。で、北海道行ってみたりとかですね、 HPCR に行ってみたりとかっていうのもしてみましたし、それから
一方ですね、徳島の方に専門家企業なんかも招いて、医学部でインフォマティシャン養成プログラムというのをやってみたりとしました。これ3年続いてるんですけども、で、そういうのをやる中で、なんとかこのいろんなコンテンツっていうのをこの NBDC とか DBCLSF から提供されているものを利用してみようと思って、使っています。で、小学生に優しいというのが、とってもいいこと で、勉強しに行って分かったんですけど、分かってるつもりでもですね、このぐらいかなと思ってたデータベースとかツールがすごく進化してたりとかして、そういうのについていってないということもよく分かりました。なので、トコ TV も頻繁に見るし、それから、アジャックスなんかも、使ってみようと。で、ここには講師をお探しですかと書いてありましたので、ぜひその教育の、ノウハウを教えていただきたいと思って、活用するようになりました。昨年四国で初めて、よく徳島県人が使うんですけども、四国で初めてのアジャックスを、していただきまして、人が集まるかなと思ったんですけど、一生懸命、さっき言った共通機器のところの方で、環境をちゃんと作ってですね、で、学部学生も呼び受けると超満員と、30名募集したら50人来てですね、で、こんな感じでやっていただきました。で、ウェットの研究者も来ていただいたので非常に良かったと思うんですけど、潜在的に意欲はあるということなので、教育システムさえ作ればなんとかなるかなと。で、これはもう最近ですけど、自分でまた合同講習会に行って、この時に改めてやはり素晴らしい機会を提供いただいているなと思ったんですけど、自分でも使っていたデータベースの状況というのとか、ツールの状況がどんどんアップデートされていることも知ることができましたし、すぐに帰っていろいろと伝えました。で、この時習ったことをそのまますぐ研究に使えたというのが非常に大きくてですね、こういうのに定期的に参加していくのも大事だなというふうに感じています。これも感謝しています。で、こういうのを持って帰ってそのままで伝えるのもなかなか難しいので、積極的に提供されている画像のというかこういうツールを使わせていただきます。統合 TV の中でこう出てますので、こういうのを徳島大学の医学部の図書館ですねに大きいビッグパッドというモニターがあってですね、ここに映しながらみんなでハンズオンで講習すると、行ってきたものが教えるというようなことをやっています。こっちはその先ほどの、講習会のやつですけども、次世代のデータもこう勉強していると。で、こんなことをやっていると医学生の中でですね、バイオインフォに目覚める人が出てきてですね、ハンズオンの講習会、これ次世代の次世代シークエンスの解析をするという講習会にも当たって参加してきましたし、その中でこういうの保管するのが他にありますよという HPCI のものも参加してくると。で、とうとう兄弟で行われているような英語で行われている講習会にも行くようになってですね、で、そんなことしても大丈夫かなと思ってたら、新聞社からお金をゲットしてきまして、で、そのお金でですね、宿泊費を賄いながら頑張って勉強してくれています。で、こういう学生がの背中を見てまた次の学生が育ってくるというような状況になって、少しずつですけど学年全体とかは無理ですけども、一人二人ずつ、出てきています。で、もう一つ、図書館を利用するということで広める活動もしていまして、これ図書館のブログなんですけど、これメンデレーって要は文献のまとめるようなソフトがあるんですけど、エンドノートのただのやつですけども、これ、2年前にですね、こういうのを広めてみませんか、統合 TV にこんなのもありますしってやったらですね、それを取り上げてもらって、これですね、勉強始まって結構今33回までブログが進んでいるので、学生の中でとか教職員の中で使う人が増えてきてくれています。で、これで図書館が変わってですね、自分たちでも大学でお金をゲットしてきて、R の講習会やったりとかですね、EBM の講習会やるということで、図書館自体も変わってくると。で、今企画しているのは、URA の活動なんかでいろいろと、資金をどう取ってこようなんてことをやってますけども、上位20個ぐらい、帝国大学を含めてですね、上位20個ぐらいの大
お金をもらえる大学はそれできるんですけど、徳島大学なんかはまあそういう文章っていうのは非常に弱いので、図書館でそれやってしまいませんかと、まあ、課金費カフェみたいなことをしてみようというふうにまあ考えて、ワンストップで研究者とか学生が知的な活動のお悩みを解決できる場所にしようというふうにやっています。これはおまけですけど、分野にも使わせてもらって、ここでピクチャーギャラリーからもらって、ちゃんと記載はしてますけども、使わせていただいてます。この辺もありがとうございます。というわけで、雑白な話で申し訳ないんですけども、使う方ですね、ユーザーの方も使えるような状況になっていかないとなかなか広まっていかないですし、そういうのの教育っていうののやり方っていうのが、まあ、地方と地方では違うと思いますけども、なかなかそういう機会が少ないところでもなんとかやっていけるような教材を提供していただいているので、ぜひ今後とも支援をお願いしたいと思います。以上です。どうもありがとうございました。